コルバッハの戦いは7年戦争中の1760年7月10日、バルデック公国のコルバッハにおいて、フランス軍がイギリス、ハノーファー、ヘッセンカッセル連合軍に勝利した戦闘。1760年戦役の最初の戦闘であった。コルバッハの町はコルバッハ山上にあり、周りの平原からは400メートル以上の高さであった。コルバッハ山は、 町の東1マイルにあるベルンドルフの森まで伸び、町では道路が数本交差していた。コルバッハの近くには両軍の大軍が交軍していた。原水ブロイ港以下フランス本軍は約18マイル南のフランケンベルクにいて、一方フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル、率いる連合軍は6マイル東のザクセンハウゼイにいた。ブロイ港にはヘッセンを通って、 ハノーファーへ北上する命令が下されており、コルバッハにいるフランス軍はこの時ヘッセンカッセルの首都カッセルから西25マイルしか離れていなかった。コルバッハ自体は7月9日にハノーファーの軽騎兵指揮官ニコラウス・フォン・ルックナーが占領していたが、騎兵4個大隊とヘッセン両兵1個大隊では守備に足りず10日にはサンジェルマン白爵の前衛に追い払われた。 フェルディナントは、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公使、カール・ビルヘルム・フェルディナント率いるイギリス、ハノーファー、ヘッセン・カッセルの混成軍を派遣して、サンジェルマン伯爵の撃退、および、サンジェルマンとブロイ軍の合流阻止を命令した。グランビー教にザクセンハウゼンの指揮を任せると、フェルディナントは大軍を率いて、ビルデュンゲンへ行軍した。一方のカール・ビルヘルム・フェルディナントは、 朝9時にコルバッハの山麓に到着した。連合軍のうちイギリス軍は、ジョン・グリフィンが指揮官で少なくとも、スタッドホルム・ホジソン率いる第5不評連隊、エドワード・コーンウォリス率いる第24不評連隊、エドワード・カー率いる第50不評連隊、トマス・ブルデネル率いる第51不評連隊を含む6個大隊、ハンフリー・ブランド率いる第1国王、 このエリュー騎兵連隊の3個騎兵大隊、チャールズ・ハワード率いる、第3個のエリュー騎兵連隊の2個騎兵大隊、そして、大砲18門を有するチャールトン率いる、不評部隊であった。連合軍の合計は、ハノーファー、ヘッセン、ブラウンシュバイクの19個不評大隊、そして14個騎兵大隊であり、さらに近くには、ルックナー軍もいた。サンジェルマン軍は、最初には、 ラトゥール・デュパン連隊とラクーローヌ連隊の2個旅団だったが、王立スウェーデン人旅団とカステラス旅団の3個スイス人連隊がその後を続き、さらにナバール連隊と王立連隊も駆けつけた。その合計は文献によって違い、10個不評代隊と15個、騎兵代隊で合計7000とするものもあれば、6個旅団で合計1万とするものもある。 不評の他には17個騎兵大隊もいた。ハノーファー騎兵、ブロイコーサンジェルマン伯爵は、コルバッハの町で4個不評大隊を展開した。残りの不評、砲兵部隊と騎兵は、コルバッハ3で展開し、また、軽部隊の一部は、ベルンドルフの森で展開した。カール・ビルヘルム・フェルディナントは軍を展開するとすぐに、攻撃に移したが、フランスの人形により彼は、 左後ろの方に隙がある陣形を取らざるを得なくなり、しかもフランスの増援がフランケンベルクからコルバフまで北上してきた場合、ちょうどその隙をついてしまう位置であった。戦闘は連合軍が朝9時に到着すると始まり、まずは両軍のフサールがコゼリアいを起こした。戦闘を通して両軍の砲撃と不評の射撃が激しかったが、フランス軍は持ちこたえた。 戦闘は両軍の中央部、コルバッハとベルンドルフの間にある二つの森で一番激しかったが、そこではフランス軍はドイツ軍を押していた。グランビー伯爵からリゴニア爵への公式報告によると、フランケンベルクからのフランス造園が連合軍の後ろに到着したため、カールビルヘルム・フェルディナントは撤退を決断したという。連合軍が撤退しているとき、 連合軍のドイツ不評と騎兵の間で混乱が生じ、これを見たフランス軍は、砲撃を媒化し、騎兵の大部隊で突撃した。連合軍の撤退は15時頃に始まり、カール・ビルヘルム・フェルディナントは自らこのエリュー、騎兵連隊の二個大隊を率いて、突撃、第50、51不評連隊と共に撤退を援護して、ほぼ全軍を助ける結果となったが、 第一国王竜騎兵連隊で47人が戦死した。しかし、連合軍右翼の王立砲兵大隊と大砲18門がフランスに奪われるのは防げなかった。コルバフ派の戦いは1760年戦役の最初の戦闘であった。フランス軍がコルバフ派で勝利したことに、ブロイコーが戦役を早く開始したこともあって、ドイツにおける進軍は順調に進んだ。 フェルディナントとカール・ビルヘルム・フェルディナントには、エムスドルフの戦いや、バールブルクの戦いで敗北したにもかかわらずのことで、あり、さらに10月のクローステルカンペンの戦いで、僅差ながらも勝利したことで、アメリカでの敗北が総裁され、イギリスが有利な条件で戦争を早期終結する望みはついた。ありがとうございます。